皆さんこんばんは。先日セルフネイルをしたところ見事に失敗しました。元男の子の青木かのんです。なんかゴキブリがついてるみたいになっちゃってるんですけども、 PV の撮影がありまして、どうしてもちょっとネイルが必要だったから自分でやったんですよ。したら失敗したっていうことです。早速本題に行きたいと思うんですけども、私青木かのんは小学校から高校にかけて虐待を受けておりました。これ本当なんですよ。なぜ私は今回こういう動画を撮ったかというと、先日公開した iPhone の動画で、私はタイトルに iPhone 11 7台持ってますみたいな、したらね、コメント欄が7台持つとかお前きっかいじゃねえか、え、かのちゃん7台ってやばくない？それは私も重々承知しております。私はきっかいです。私は2個買わないと安心して使えない人間なんですよ。値段関係なしに。だから iPhone とか2台必要だよねみたいな、1台は使うよ、もう1台は箱から開けずになんか保管 しとくみたいな。だからおかしい。そう、私ほんと機械なんだよな。これ以上進行してしまうと私は破産するレベルみたいな、自分の戒めのためにも皆さんにお話ししていきます。皆さんからいいアドバイスいただけるかもしれませんし、2個買っちゃうみたいなやつがなぜ虐待につながるか、なぜ私が2個買わなきゃいけない病になってしまったのか、あと今まで2個買ったものリストみたいな発表します。結構前から悩んでまして、一回私病院行ってんですよ。病んだりとか落ち込みやすいとか、なんかそういうの全くなくて、ただ2個買うのはどう考えてもやばいだろうっていうのをやっぱり気づいちゃいまして、22、21ぐらいの頃かな、病院に行ったんですよ。先生に言われたのは、あーそういう人めっちゃいるよみたいな、例えばお気に入りのアーティストさんのアルバムとか買ったりとかして聴く用とか保管用みたいな感じでいるでしょみたいな、確かにいるわみたいな、それの金額でかいバージョンかなみたいな、がしかし使う金額がだんだんエスカレートしていきました。別に買うものとかは変わってないんですよ。時は2012年、 iPhone が出てからだんだん販売価格が高騰していき、初期の頃と現代の iPhone では価格差約3倍。そう、私はテクノロジーに潰されているんだ。テクノロジーが上がるにつれて私の懐が辛くなっていく。物の金額が上がってるから、それにつれて私が出す金額が高くなってしまってるんですよ。これ変なつもり入っちゃった。2個買わなきゃいいじゃんっていう話なんですよ、視聴者さんからしたら。でも私はこんなに真面目に、いや2個買わなきゃいけないんだみたいな。やばい、つぼった。話戻しますよ。で、思ったのが、こういうことって、まあ、メンタル的なことじゃないですか。で、メンタルって、結局、お医者さんに行ったって、まあ、赤の他人ですよ、あいつらは。いや、お医者さんたちは。男から女に変わるときも、カウンセリングとかしてもらって、あなたは女になるべきです、みたいな話なんですよ。いや、お前らわかんねえだろみたいな感じで、私当時から思ってたんですけども。結局、自分のことを判断するのは、自分自身なんですよ。で、私は2個買わなきゃいけない病になったのは、まあ、過去の虐待が原因なんじゃないかなと思ったわけです。そのエピソードを今からお話ししていきます。小学生の頃にクラスメートの女の子のスカートめぐるしまくってたんですよ。で、7回目か8回目ぐらいで、その女の子がもう何回言ってもやめてくれないって言って号泣しちゃったんですよね。で、先生にバレて、それが学校に両親が呼び出されたわけです。まあ、お父さんはブチギレるわけですよ。で、帰宅後にプレステ2っていうのがゲーム機ですよね、それを思いっきりコンクリートの上にですね、バーンってやられて、私の大事なプレステがぶっ壊れたっていう、そこで私は物を失う恐怖を知りました。これ中学生の頃なんですけども、当時野球部に所属しておりまして、夏休みの期間昼間から練習してたんですね。先輩 のスクール水着を
ちょっと待って、私笑って読めなくなっちゃうから、本当にあんた虐待されたと思ってんのって思われそうだけど、本当なんですよ、私真面目なんですよ。プールバッグとかロッカーに忘れてる先輩いるんじゃねみたいな感じで、坊主頭3人で夏休みの校舎の中に忍び込んだんですね、練習中に。で、一つだけ忘れてる人がいて、やばーみたいな感じでみんなになって、スクール水着って多分男子の方は分かんないと思うんですけども、スクール水着本体だけではないんですよ。中にあのパンツみたいな感じでサポーター、白いパンツみたいなのが入ってって、でもう一個その胸のカップみたいな、なんか あるんですよね。ちょうど3人いたんで、みんなでじゃあ分け合おうぜみたいな感じになって、一人はなんかサポーター頭にかぶってなんかうい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 、もう一人はカップをなんか自分の胸つけて、で私はあの来たんですよね、スク水を。そしたらなんか主事さんか何かにバレたんだけど、なんかチクられて、その被害者の女の子のお母さんが、知らない男が来た、スクール水着をうちの娘に着させられませんみたいな感じになって、弁償することになったんですよね、謝罪みたいな感じで。両親が学校に呼び出されまして、また帰宅後に私が当時大事にしてた携帯をですね、逆パカされたんですよね。でそこで物を失う儚さを知りました。それ以外にも私何回も逆パカされてるんですよ。その度にでも携帯買ってくれてたっていうのも、なんか今思うと変ですけど、今まで携帯の逆パカ最速記録、購入後次の日ですよ。やばくない？性別を男から女に変える直前に家出した時のエピソードです。家出して1週間後ぐらいに、確か貴重品を家に忘れたことを気づいて、親が仕事行ってる間、私は家に忍び込んだんですよね。あの妹にちょっと鍵を開けといてって頼んで、あー1週間ぶりの私の部屋だみたいな、開けたら全部なんかいろんなものがひっくり返されて破壊されてて、いやこれサイコパスだなって私は思いました。多分画像残ってると思うんで、こちら出しておきます。やばくないですか？これが一応最後なのかな、私が破壊されたエピソードは。今話したエピソード以外にも、大切にしたおもちゃとか全部ハサミで切り刻まれたりとか、 PSP とかも私目の前でぶっ壊されたことあって、当時私マンション住んでたんですよ、実家で。マンション鬼ごっこっていうのやってたんですね。今考えたら超迷惑だと思うんですけど、マンションの中全部使って、なんか小学生がみんな鬼ごっこするみたいな。で私は屋上に行って、で1階になんかいる鬼に向かって私あの立ちションしたんですよ。だから6階からビャーっておしっこをあの撒き散らすみたいなことして、まあ、苦情が入り、親に目の前で PSP を、ね、あの机の角でガーってやられて、もうそれすっごいショックあった。お父さんはこういうことやったらこういう風になっちゃうんだぞみたいな、多分見せしめでやってたと思うんですけども、私の中でもう大事なものイコールぶっ壊される、失うみたいな感じになっちゃってるんですよ多分。そんな感じで幼少期過ごすとこうなります。2個買ってきたものの発表をします。 iPhone11 シリーズを7台持ってます。 iPhone11 Pro、 iPhone11 Pro Max 使ってんのは1台だけなんですよ。1台ずつだけなんですよ。それ以外だから今私の家に在庫4台眠ってます。仕事用、プライベート用、カメラ用みたいな感じであの分けてるんですけども、前まではで言うとあのでっかい一眼レフのカメラとかそういうの使ってたんですけども、一眼レフってやっぱ20万30万って結構高いから、だからもう iPhone だけにしてます。例えばこの先車青木カノン買いますみたいな、2個買わなきゃいけないじゃないですか。怖いですよね。真面目なんだよ、こんなに考えてんだから。基本的にもうあんまり物を買わないようにしてます。あのこういう私リュックとかも2個買いしたんですよ、全然使ってないのに。まあ救済措置といいますか、 iPhone を分かりやすいと思うんで iPhone で例えるんですけども、在庫があるじゃないですか。それは新型が出た時に買い替えるためのお金に回してるんで、今んとこまだ軽症で済んでるかなと思うんですよね。これいつか壊れるんじゃないかと思って、すごいなんか慎重に扱って自分の仕事に支障を来すようなことになるのであれば、そのもう一個買ってのびのびと自分の仕事道具を使っていい動画をいっぱい撮った方が私的に後々いい方向に行くんじゃないのかなって思うんですよね。何言ってんだって感じになると思うんですけど、なんかもっともらしいこと言ってるけど、そもそも2個買わなければいいことなんですよね。それは分かってますよ。まあそんな感じですね、青木カノンの悩みでした。
これはもう治らないような気もするけども治したいですね。もしこの動画が少しでも、あ、こういうことあったんだと思っていただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok とノートもやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。